日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん、さまざまなテーマを新しい視点で、東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞け、ポッドキャスト。今回のナビゲーターは、TCC 会員、柴田修司です。坂本美里さんの最終回です。最近コピーライターですって言っても、はい、あんまコピー、いい意味で、はい、コピーがアウトプットですっていう形じゃないのも結構あるじゃないですか。まあ、TCC 賞とか見てても別にコピーはないけど賞をあげるとかっていうパターンもありますし、うん、なんかそのコピーライターっていうなんていうか職種がちょっと変わりつつあるっていうか、いやもう変わってると思うんですけど、なんかそういうこの時代においてってすげえ大げさなんですけど、なんかご自身のその方向性みたいなのってなんか意識されたりすることってあります？方向性、なんか私が多分そもそもデジタルやってテレビ CM もやってっていう人だったからっていうのもあると思うんですけど、うん、そもそもなんかそのコピーライターって支援プランになってもう明快じゃないですか、やることが、うんうん、でまあ、アートディレクターもちょっとそうかもしれないですけど、まあでもその、うん、グラフィックとかなんかその専門領域が決まってる中で、うん、なんかコピーライターって言葉を書く人じゃないですか。だからそのメディアがその職種によって定められてないっていうふうにすごい思っていて、うんうんうん、だからそのコピーライターらしいコピーライターの仕事って何か私はよくわかんないなと思っていて、うんうん、ただなんか、自分の武器にしたいなとは思っていて、答えを出すためのこう技みたいにはしたいなとは思っているので、うんうんうん、その CM の仕事なんだとしたらどういうキラーワードがあったら人が振り向いてくれるかなとか、うんうん、届くかなとか、ウェブだったらどういう見た目の言葉だったら人が見てくれるかなとか、うん、その言葉は音が大事なのか、うん、見た目が大事なのか、うん、意味が大事なのかって多分仕事によって違うだろうなと思っているので、うん、そういう意味ではちゃんとそこを意識できるようになりたいなとは思いますね。うんうんうん、なんかここで我々を見つめているうちの一人の朝倉さんのお話を昔ちょっとお伺いする機会があって、はい、その時に、コピーライターとはコンセプターであるっておっしゃってたんですよね。なんかその考え方は、それ聞いたのも結構6、7年ぐらい前なんですけど、でもなんか今の方が、また遅れて聞いてきてるんですけど、今の方がおっしゃってた意味がよくわかるっていうか、言葉を武器になんかこう伝わるって何かをそもそも考えるっていうか、なんかそういう係、そうですね、ね、かもしれないなっていう、そうですね、かもしれないですよね。それで言うと一番どこでも行きやすいっていうかね。そうですね。やっぱなんかそのまあアートディレクターって圧倒的に絵で発想する力が強いじゃないですか。うん、でなんかそこにかなわないなって思うし、うん、でなんかプランナーもそういう意味ではその、プランナーって私両方いるイメージがあるんですけど、うん、映像的にこのワンシーンって思う。プランナーの人と、うん、このセリフとかっていう人もいるし、うん、言葉の人も絵の人もいると思うんですけど、そういう人たちと一緒に何かものづくりをしていこうって思うと、私みたいな、普通の大学生を出てで、いろいろアウトプットを変えながら一応言葉っていうものに携わってきた人間がその同じ机の上で何かを出すときに、うん、ちゃんとその言葉をに頼れるようにしないと会話が成り立たないなってすごい思うというか、うんうんうん、っていうのをなんか改めて最近だから、あ、まず私そこを極めなくちゃいけないんだっていう、そういう意味での覚悟ですよねをなんか思った感じはしますね。やっぱそもそもと覚悟は自然に出てきますもんね言葉の中から恥ずかしい影響受けやすいんでちょっといやいや、でももうとてもそれも才能だったりしますよね。でもね
割とそのゼクシーの仕事は結構典型的だなと思うんですけど、まあ、課題先進国ってよく言われるじゃないですか。その話とそもそもは結構近いっていうか、クライアントのことなんだけど、そもそも突き詰めていくと結構でかい問題に当たるっていうか、ゼクシーで言うとまあ結婚とは何ぞやみたいな、なんか意外とそこの掘っていく能力みたいのは言葉でしかできないことだから、そういう係でもあるのかなっていう気はなんかしたりしますかね。そうですね、ちゃんと自信を持ってそれができるってなんか言えるプロになんなきゃいけないなと思います。うん、まあ何でも解決できるとは思ってないですけど、なんかでも一番幸せなのはあれですもんね、一ブランドの担当をしてるけどなんかちょっと社会がいい方になったみたいな、うん、そうですね。やっぱ広告ってまあもう世にかな、なんかある程度経済的にも世にあるものじゃないですか、うん、だからなんかそれが私、まあ、日々暮らしていく中で日本だと特に広告をもう目にするものっていうのが前提になった時に、その1枚とかその動画っていうのが、まあ、商品の良さを伝える以上のことがちょっとでもあるといいなとは思いますけど ね。なんかそれが最初収録の前に雑談してたその創作物の中で広告の地位を上げるっていうことかもしれないですよね、もしかしたら。そうです ね。なんか、マーケットを動かすものって言うんじゃなくて、なんか人の気持ちが動くものってなっていくと、映画とか本とかと同じカテゴリーに入れてもらえるかもしれないですよね、もしかしたら。そうですね、まあ、究極も今ものすごくものにあふれていて豊かで、かつ、自分で取捨選択をするためのなんかサポートもすごい整ってきているから、新しくものを売るための情報発信だけだったらそんなにやっぱ必要ないって思われる感じはしますよね。ね、そうですよね。自分が広告作ってるけど広告飛ばしますもんね。そうですね。やっぱそのたまにそのなんだろうな、目にしたくなくても目にしちゃうものだから、人飛び込んでくるそれがちょっといいものだとちょっと得をした気分になるというか、能動的に行かないからこその良さみたいなのもあるし、ああそうですね、一方でものすごく腹立たしく思うこともあるというかね。そうそう、 YouTube とかなんてねめっちゃ分かりやすいですけど、そうですね、で目的があるのに邪魔されるみたいな状態になってますよね。いや本当そうですね。ね、広告、広告、広告って何なんですか、ね、しんみりして終わりますが、これ。しんみりして終わらないためにも、最後に、はい、そう、なんかすごいクラーク博士みたいなんですけど、はい、これからコピーライターになる若い人だって、これだけは言ってあげたい、みたいなことがもしあればお願いいたしますっていう。そうですね。すごい具体的なことで言うと、自分の好きな言葉をちゃんと意識してこうメモを取るなりなんかして残しておくといいんじゃないかなって思います。あっていうのは例えば小説読んでとか、小説とかでももちろん広告でも誰かの話でも、その結局人に伝える上で自分がどういう時にいいと思ったかとか伝わったかの感覚ってすごい大事だなって最近特に思っていて、なんかつい広告を作る側に回るとそこのこう手触りというかリアリティが曖昧にちょっとなったりするじゃないですか。なんかその時に自分が本当に心動いたのってどういう言葉なんだろうっていうのを貯めておくと結構役立つなって思うので、なんかそうですね、なんか具体的に言った方がなんかいいかなと思って具体的に言ってみました。ありがとうございます。そのなんかメモの取り方も結構人によっていろいろあると思うんですけど、どんな感じでやられてるんですか。私エバーノートにメモして、はい、ちょっと意識が高い時はなんでそれがいいと思ったかっていうメモをちょっと書くっていう感じですかね。ああ、意識が高い時はされて、まあそうじゃない時もただメモしてるだけですか、ね、あ
でもなんか無理なくできそうな感じ。誰でも無理なくできます。なんか忘れるんですよね、自分がいいと思った言葉を。自分は案外そうですよね。何回かね、何回か同じことに当たると刷り込まれますけどね。確かにやっぱメモって役立たないようで役立ちますよね。役立ちますね。 なんかあんま見返さないけど書いたこと自体が役に立つっていうか。あ、そうです ね。私その好きな言葉を書くはなんか多分会社入ってからずっとやってるんですけど、最初義務的というかなんかちょっとコピーライターだしやっとくかな的な感じだったんですけど、役立つなって思い始めたのが最近ですね。なんかなるほど、あのあれですもんね、メモするって結局その書いた人の思考を自分なりにトレースするっていうことですもんね。そうですね、はい、メモをすることでなんか他人の脳みその一部を移植するっていう。そうですね、それが役立つのかもしれないですね。ちょっと役立つのは8年後ぐらいかもしれないですけど。そうですね、遅れてきがちですからね。こういう地道に続けてもらえればと。そうですね、でも学生から始めたら結構いい時期に思考性が効いてくるかもしれないですよね。そうですね、ちょっと僕らもあの戻れないですけど、これからの方々はぜひっていうことですかね。そう、遅れてくるんですよ。そうですね、今日のテーマそれですね、遅れてくる、遅れてやってくる。なので今あれかもしれないですね、これを、学生時代学生の方が聞いたとして、まあ半分ぐらい何言ってるかわからないし、半分は単純に雑談してるだけじゃんこの人ってなるけど、6年目ぐらいで聞くとちょっとわかるってなってくれるといいですね。いいですね、うん、ちょっと野間の話だけでも覚えておいてもらいたい。その時まで野間が活躍していることを祈りたいですね。そうですね、はい、それも含めて楽しみです。野間、はい、の今後どうなってるかっていうのも含めて楽しみです。そうですね、カープは9連覇できるのか。6年後までに。あの時代は良かったのって振り返ってる可能性が。あの黄金期良かったな、良かったなっていう謎に野球で終わるっていう。こういうのもこのポドキャストのいいところでございます。広島なんですか？父親が広島なんです。あ、じゃあもう筋金入りの。そうなんです、広島ファンはもう絶頂期ですよね。いや本当そうですよ、まさかこんな時代を訪れるとは思わなかったですね。ね、でもちゃんとちゃんとっていうかお金がないっつうことが結局今につながってますよね。うん、そうです ね。そうかもしれないですね。なんかいい人、いい新人囲い込めないし、あの活躍する人も取れないから、うん、スカウトだけはちゃんとしようっていうのが今ですもんね、うん、いやある意味時代の先を行ってましたね。そうですね、うん、すべての苦労に意味はあるってことですね。そういうことですね。いいカープの話と。カープとコピーからの学びじゃなくて、どっちかというとカープ。確かに、まあ、何からでも学べるのがコピーライターです。まとめですかね。いいですね。本日はありがとうございました。ありがとうございました。コピーライターに聞けでは皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp です。メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ通称 TCC は東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。